いや、キングダムとか絶対女見てねえって。キングダム見てる女俺好きじゃねえもん。なんか男に憧れてんだ、みたいな感じで。男の趣味わかるわ、私マジいい女って。一番俺、そういう女好きじゃねえからな。単純に作品として見てるやつっていうのはわかるから。メディアに露出してくるやついるだろ。マジでキングダムの、王騎の男らしさが、本当になんか男の友情っていいな、みたいな、目を開けてごらんなさい。これが大将軍の視線ですよっていうところが、マジで男目線ですごい良くて、みたいな。俺が、矛で突き刺しに行くからな。王騎と同じ死に方するからな。次見かけたら。俺が宝剣という名で、お前も王騎と同じ死に方することになるぞって言っとけ。もし、そいつを見かけたら、俺が宝剣と名乗り、矛で突き刺しに行くから。そういうやついるだろ。面白いでいいんだよ。いや、キングダム面白いでいいんだよ。女の子はな。分かった気になるなよ、本当に。面白いとか、マジでおすすめだよとか、そういうのいいじゃん。マジで、王騎のあのところの、みんな知ってる？なんていうの？目を開けてごらんなさい。これが、大将軍の、あれですよ、つって、それでいて、そんなに真面目なのに、側近の、ちょっと知恵遅れの目のでかいやつが、フォル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 っつって、なんていうか、ちょっとギャグテイストのあるところが、マジでやばいから、つって、キヨのバカみたいなこと言うやつがいいんだよ。と。そういう女、俺が、マジでフォロフォロしに行くからな。明日の太陽見れると思うなよ。いねえか、コンパとかで、そういう女、コンパとかで。だから、通ってさ、女子が触れちゃう、土俵なんだよ。キングダムでさ、一番触れてほしくないのは俺は通なの。わかる？党の、男にだったらわかるでしょ？恥ずかしさ。ああいう風に装うことにより、闘志を隠している一生懸命やることがちょっと恥ずかしい。だけど、忠義を尽くしている男の様。一度しか見せたことないじゃん。党が真面目になったところって。責任を負わされて、門を守るときに、全然キングダム好きなのに名前は覚えてないけど巨大女が攻めてきた時にさ、一度だけ真面目な口調になっただろう。そう、カリンが攻めてきた時に、そういうところやっぱね、女子に語ってほしくねえんだ俺は。だから料理なんていうのかな、だけど男性が語っちゃいけない部分もあるわけじゃん、女性の。例えば何？男性があんまり生理の話生理の周期とかさ、織物の色、織物の話とか、マジ今日織物すごくてとか、女は話してるわけでしょ。今日多い日なのみたいな。すごい帰ったらパンツがまっちゃっちゃだったみたいなさ。その話は、男子はさ、話していけないじゃん。それと、だから今聞いてさ、女子の人たちはさ、嫌な気分になったでしょ。それと一緒だからな。お前らが党について語るお前らが党について語ったら俺は生理の織物の話するからな。マジで。俺はちょっとやめてほしい。デリケートゾーンの話はもう俺もしないから。党の話はしないでくれ。党と俺が一番好きな人なんだっけ？俺が一番好きな人。大将が背中を見せるなーってところ。ね、ちょっと頼むからさ、超党の声優俺にやらせてくんない？俺一回も見たことないのに、俺の中の超党、あれめちゃくちゃかっこいいよね。俺は戦場で生まれ青春のすべてをここに
死んでもいいと思っていた。だが毒は違うだろうがってところ。やらしてくんない？長刀のセリフ。キングダムの、本当に、もう俺あの人、全部なくてもいい。ニコ生やめるから、それやらせてもらったら。最後にやらせてくれ。俺も長くねえから。もう長刀だけやらせて。もう、声優になりたいとかそういうおこがましいこと言わない。長刀だけやらせてくれ、俺に。俺の配信者人生を超遠で締めたい。もうアニメやったの。おい、ちょっと終わり。おい、ちょっと見せてくれ。おい、ちょっと待って。俺、超遠、超遠選手権今からやるな。ちょっとさ、音だけ、超遠の、そのシーンの音だけ録音して俺に送って。ちょっと頼む。音だけ送って。今の俺の超遠とどっちがいいか。あ、あった。ちょっと、待ってな。こんな、重いっくそ、違法サイトじゃねえかよ。引くぐらい。ギャオで、ギャオって。見れ、なんかあれだぞ。ここは見ちゃダメーってなってるよ。ここ見ちゃダメーって。あー、ちょうと、見たいなー。ちょうと。あいつかっこいいよなぁ。俺多分さすがにさ、いや俺無理だわ。俺こじるりとかめっちゃ好きだけどさ、キングダム芸人でさ、キングダム芸人2とかでさ、もしこじるりがさ、超党について話したら俺も嫌いになっちゃうわ。無理だ。教会とかについて語っててほしい。女の子について。マジで、可愛くて強いんですよってまだ許せる。長刀が、最後の時に、すごい男らしいんですよって言ったら、女が、長刀に、触れるなって、俺がもしかしたらアメトークの後ろのところが出てきて叩きっちまうかもしんない。真っ二つに。こじるりが真っ二つになるかもしんないから、もう頼むからそこだけは。俺の聖地であってくれ。教会にしてくれ。俺もパクられたくない。大事件が起きるよ。俺なんとかして、コネを使って、テレ朝に乗り込んで、俺もしかしたらやっちまうかもしんない。真っ二つに。なっちまうかもしれないから。それぐらいな。やっぱその、男性と女性っていうのは、離れた場所にいた方が、お互い、惹かれ合うんだよ。同じところにいると、良くねえんだよ。悪いとこばっか見えちゃうから。だから生主とかもそうじゃん。男女比率55の人っていないと思うんだよ。もう男性にグッと寄るか、女性にグッと寄るか。じゃない？その方がいいと思うんだよね。男子校とかの人はさ、女性に過度の憧れを抱くじゃん。すごいピュアな感情を抱くでしょ。女子校の子とかもさ、なんかすげえ惹かれるじゃん。加藤純一を語る女性がいたらどうする？うん、別にどうでもいいわ。好きにしてーって。俺別にどうでもいい、そんなの。ただ、長刀は無理だ。長刀は。どん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 、カンメールとかするな。あ、長刀とモーブについて語られたら俺マジ無理だわ。その人のこと嫌いになっちゃう。あそこのモーブやばくね？腕がさ、お前、あのさ、シンのさ、頭いいやつがさ、お前は、シンの中で、誰一人、お前の部に関しては、誰一人お前にかなうやつがいないだろうって褒め、そう、褒め、そう、その勘名。褒めちぎるんだよ。翔平くんがな、褒めちぎるわけ。お前はもう本当に、もう人外だと。飛び抜けている。だが、そんなお前より、勘名は、頭一つ。一回りも二回りも強いだろうと。あいつは何々何々だ。お前はか、お前より全ての分野において、勘名は上だと。だがお前は負けないっつって。かっこよく言ったんだよ。腕を砕かれても、片腕で、
腕を砕き返して最後は頭をぺしゃんこにするっつって。で、腕砕かれて頭も半分欠けてる状態で追い回すっつって。モーブいいわ。超高もいいよな。真炎を絶やすでないぞーって死んでくんだよ。あ、最後めっちゃかっこいいんだな。もう周り、もう敵1万人に囲まれて、氷子一人。で、目の前にいるのは自分より強い、なんだっけ、あいつ、名前を出して、まあ、すげえ強いやつ戦ってんだよ。そう、宝剣と戦ってるわけよ。で、もう死にかけなのね。死にかけ。で、ゆっくりと振りかぶって、剣を敵に近づけていくの。で、なんだ、お前の最後の力はそんなもんかって。ゆっくりとね、敵の宝剣を止めるわけよ。自分の目の前で、キンつって。で、なんか言うわけ、標高が。これが将軍の重さじゃって言うわけよ。そしたら、その剣がね、じり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 、宝剣に向かって、あんなに強い宝剣が両腕でだよ、止められない、これが将軍の重みなのかつって、グググググつって。で、でも最後の最後で、押し返されるの。もう片腕しかない。押し返されるの。ちょっと、重さが足らんかったのー、そしたら腕をもらっていこうつって、腕ボキッと折って最後首離れるんだよ。片腕をもらっていくぞつって。その片腕、誰のために片腕を折ったと思う？真の国民のためだよ。我が国民のために、な、自分の命を使ってまで、この戦、この腕一本で、な、左右するんじゃつって、腕をバキッと折って最後、首を離られて死んでいく様な。あい、もうあのシーン一番泣けるよね、マジでね。あのシーンほんと泣けない？標高。キングダム読みたくなってきたでしょ？マジ読んで。読んで。ほんとに読んで。面白いから。連覇と猛攻な連覇ってやつがいるんだよ。すげえ強いやつ。もう昔からさ、もう戦場のな、もう主役として伝説語り継げられたやつがいたんだよ。で、モーゴーっていうね、あの、モーブ、さっき俺が言ったモーブのお父さんがいるわけ。モーゴーは何にも取り柄がないっつってずーっとね、中国を渡り歩いてきて、最後、秦の国でようやくなんかね、ちょっと認められて、大将軍、将軍になったんだよ。で、もう、最後の、というかもう、あんまり自分はな、ね、もう第一線でやれる力は残ってないなっていうのを自覚してるわけ。で、その連覇ってやつにずっと憧れを抱いてる。俺もああいう風になりたいな。いいなーっつって。強くていいなーって。で、その最後の最後に大チャンスがやってくるわけよ。最後の最後に、大チャンスがやってくるわけよ。その連覇を率いる、ソの軍団だっけあれ。趙だっけ。なんかどっかのね、雇われ店長みたいな感じで、他の軍を率いて連覇やってくるわけよ。趙だっけ。義だか、義だ、義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 。で、なんかそれで、わーってやってんで、いろいろその、道中もさ、すげえいいわけ、すげえいいわけよ。真とさ、名前全然覚えてないんだけど、白虎隊率いるね。目、にやってしてるやつがさ、すげえ強えんだけど、そう、リンコ、シンとリンコ。ちょ、待って、その話は置いといて、シンとリンコの話をまず話しなきゃいけない。そしたら、いや、シンとリンコの話をする前に、シンと、ライバル二人の話は、10巻まで今から、遡らなきゃいけないんだけど、大丈夫もうそれぐらいいいんだよ、キングダムっていうのは。まずその、ライバルたちも熱いんだよ。俺が踊りになるから、お前たちでリンコを撃てっつって。真に撃てるのかなっつって。やってやろうじゃねえかっつって、その真がな、頑張って三大手のリンコを撃つわけだよ。その、熱き友の誓い、がまず来るんだよ。まずな。まず来るわけよ、そこで。で、無事、そのね、打ち破って、剣を、リンコのね、剣をこうやって、奪うわけよ。で、で、もう、全然違う話だ。それ置いといて、な、で、モーゴーと、連覇がな、相対するわけ。
で、連覇が一人でね、もうあの、猛豪ってすごい、やっぱ将軍で山、山に山にね、要塞立てて、連覇いつでも来いって待ってるわけよ。60ぐらいのクソジジイが。体だけでかくて、な守りの連覇。あ、じゃあ守りの猛豪。当たり前の試合を当たり前に勝つことに対する、あの、評価は高い猛豪がな。あの、待ってるわけ、連覇を。連覇待ってるわけよ。で、なんかそれで、あ、で、来て一人で来るわけ、ばーっつって。この戦、負けてくれんかのみたいなこと言うんだけど、その猛豪が、そんなことできるわけなかろう、撃てーっつって連覇に矢を放った瞬間に、ブワーって千機、後ろに隠してた千機が、チー、ノリ、ワロシってところ、その超名シーンだからな。チー、ノリ、ワロシ。知ってるよね、魚介視聴率今 60% ぐらいいってるでしょ。ノリ、ワロシ。そのシーンも見てな。なんかね、口調がいいんだよ。口調が。覚えておったかとかね。で、最後最終的に、な、片腕落とされちゃって、落とされちゃうんだけど、気持ちで吹き返して、連覇倒すわけよ。初勝利だよ。今まで、何十、四十年間負け続けた、な、敵の総大将にね、勝つわけよ。なのにも関わらず、その負けた方が、猛豪和睦じゃーっていうところもあるんだよ。負けた将軍で、今にも自分が死にそうなのにもかかわらず、この場の決定権は俺にあるんだぞ、お前っていう、あの男、なんか、強さ、男のプライドな、和睦じゃーっつって。これ以上、義軍に手をかけることを許さんつって。それぐらい、この意味もなく、20分語ってしまうほど、キングダム面白いから見てください。ぜひ。ぜひ見てくださいね。いや本当に面白いからね。なぜ俺は、いや、歓喜の話はもうしない。もうしない。もう満足した。1巻で残念。ちょっとさ、2巻まで見てみなよ。あれさ、絵がダメでしょ。絵が。みんな絵嫌いでしょ。俺もなんか最初なんかちょっと違うかなと思ったんだけど、ハマるよ。うん。いや、初めも面白かった。俺一巻読んだ瞬間にハマったけどね。その時30巻ぐらいまで出てて、一気にバーってもう、夜通し満喫で。で、俺がよく行く、あの、美容室にキングダム全部置いてあるから、月一で読み返すっていうね。で、満喫行ったら必ずキングダム読むし、もう何周もしてるから。結構見てます。後半が好きなんだよな。な、常に面白いって、で、分かれるの。それってすごい、常に全盛期っていう感じじゃん。普通さ、例えばね、ワンピースってみんな知ってるでしょ？結構読んでる人いるでしょ？ワンピースって16巻ぐらいまでが超面白いじゃん。ワンピースって。あの、チョッパー仲間になるところぐらい。超面白くない？で、それ以降って、まあ、まあ面白いんだけど、なんか、うわーって、さらに勢いが上がるって、まあ、アラバスタとかさ、空島とかまで面白いじゃん。俺も読んでたよ。でもやっぱさ、人ってさ、飽きちゃうじゃん、同じ設定とかに絶対。で、キングダムってさ、俺今面白いのね、一番。34巻まで出てんだよ。